災難でしたね先輩急に土砂降りになってお家に帰れなくなるなんてニュースによると今夜はずっと嵐だそうですよまあまだ話し足りなかったしゆいかにとってはラッキーでしたけどゆいかの両親も仕事で会社にお泊まりみたいですし今日は一晩中 二人きりで過ごせますねところで、先輩はどうしてずっとうつむいてるんですかえやっぱり同じベッドで寝るのは無理今のソファーでいいから、一人で寝たい <laughs> ダメですよ、そんなのソファーなんかで寝たら、体が痛くなっちゃいます 朝起きたら全身バッキバキで後悔するのは必死です大切な先輩をそんなところで寝させるわけにはいきません風邪をひいてもいけませんしこのままゆいかのベッドでねんねんしてください <laughs> こんなチャンスは滅多にないですからね 両親のいない家に2人きりなんていろいろ帰事術を作る絶好の機会油断して寝静まったが最後先輩には朝までゆいかのおもちゃになってもらいますあこれ先輩何ベッドから降りようとしてるんですか今日は絶対に逃がしませんからね先輩がその気ならえー 先輩が諦めるまで、この腕は離しませんよえあれ先輩、急に大人しくなっちゃいましたねもしかして、ユイカに抱きつかれてドキドキしちゃいました <laughs> 先輩が抵抗するのが悪いんですよ 観念してゆいかのベッドで一緒に寝ましょうね。